皆さんこんにちは、バンテンライフです。今回の動画はディフェンダーの歴史について私なりにまとめてみました。登場してから68年間という長い期間、ボディの基本設計が変わらなかったディフェンダーとは言っても、外見やエンジンは時代に合わせて変化していき、最終モデルまでどのように変化していったのか、そのあたりを今回の動画で紹介していきたいと思います。ディフェンダーはイギリスにあるランドローバー社が1948年より販売していた四輪駆動車ランドローバーシリーズ1が前身になります。シリーズ1はその後シリーズ2、シリーズ3と2回のマイナーチェンジをして、1983年にランドローバーと社名を変更しました。この時点でランドローバー社から販売されている車はランドローバーとクラシックレンジローバーの2車種でした。2年後の1985年、130が追加され、90、110、130の3タイプが揃うことになります。会社名もランドローバーで、車の名前もランドローバーということになりますね。その後、1989年にディスカバリーが登場したことにより、車種を分かりやすくするため、再び社名を変更することになりました。ここでランドローバーという社名からディフェンダーという名前になりました。搭載するディーゼルエンジンは 200TDI でした。 200TDI は 200D、200TD、200TDI と進化してきたエンジンになります。なお、この時点でランドローバー社から販売されている車両はディフェンダー、ディスカバリー、レンジローバーの3種類。もちろんディスカバリーはディスコ1ですし、レンジローバーはクラシックレンジでした。また少しそれますが、このディスコ1はレンジローバーのエンジンや部品をふんだんに流用し登場してきた車で、今で例えるなら iPhone SE のような本物の実力を持つとってもお得な車でした。そして5年後の1994年には改良した新型ディーゼルエンジン 300TDI が搭載されるようになります。このエンジンはディフェンダーのほかディスカバリーやレンジローバーにも搭載されました。今でもこのエンジンが好きなランドローバー乗りの方がたくさんいます。1998年には新型のディーゼルエンジン TD5 が登場し、 300TDI は生産終了かと思われましたが、 TD5 と並行して生産され、2007年に登場する TDCI に変わるまでの8年間、 300TDI とTD5 は両社ともに製造されることとなりました。こうした理由から1998年から2006年までの間は同じ年式の TDI と TD5 が存在することになりました。 TDCI モデルからトランスミッションも6速になり、インパネ周りもディスカバリー3のものが流用され、エアコンもついて高級感たっぷりのディフェンダーになっていきました。5年後の2012年 TDCI にも新型の 2.2 リットルニュー TDCI が登場します。このエンジンが旧型ディフェンダーの最終ディーゼルエンジンとなりました。そして2016年1月の生産を最後に生産終了となり、68年という長きにわたりボディの基本設計が変わらなかった旧型ディフェンダーの生産は終了しました。2019年、
ラグビーワールドカップ日本大会閉会式、日本代表のリーチ・マイケル選手がワールドカップを乗せたニューディフェンダーで登場し、この時がニューディフェンダーの世界初お披露目となったのは有名です。ニューディフェンダーの世界初のお披露目が日本で行われたなんて光栄な話です。ニューディフェンダーは2020年より日本でも販売され今に至ります。いかがだったでしょうか。ディフェンダーの歴史について私なりにまとめてみました。私が免許証を取得した頃はまだクラシックレンジローバーやディスカバリー1が新車で売っていました。ローバージャパンでカタログをもらい、次の車はランドローバーと胸を膨らませていました。そんな折ディフェンダー90が限定で販売され、カタログをもらって悩んでいるうちにあっという間に完売となってしまい、買うことができませんでした。これはもうディスカバリーの TDI にしようかとタイミングを見ていたところでしたが、90年代後半は世の中的にディーゼルエンジンの風当たりが厳しく、国内メーカーもディーゼル車をどんどん縮小していく中、ディスカバリーもマイナーチェンジをして、とうとう 300TDI モデルが消え、 4000cc のガソリンモデルのみとなっていったのでした。その後も私はランドローバーウイルスに感染したまま治る気配がなく、2001年、ツインランドで今のディフェンダーに出会うこととなります。ちょうど昨日入庫した新車があるとのことで、すぐに出向き、間近で初めて触る、初めて見るディフェンダーをその場で買ったのでした。高い買い物でしたが、あの時のチョイスは間違っていなかったと今でも思っています。一目惚れで買う車、ディフェンダー、今もそう思いながら、手はかかっても愛着が湧いてくる、そんな車です。新車から22年、33万キロ走行中のディフェンダーですが、まだまだ乗っていきます。一応目標は地球から月までの距離38万キロでしたが、ツインランドの店長さんが片道じゃ寂しいから往復してよって言うので、ってことは半分いってないですね。それではまた次の動画で。バイバイ。